吹奏楽の旅2012マーチング編。2011年11月20日に行われた全日本マーチングコンテスト。シングシングシングで激しいステップとダンスを繰り広げる京都立花高校は全国大会出場12回、オレンジの悪魔と呼ばれる強豪校だ。しかもここまで2008年2009年と2回連続金賞に輝いている。昨年の結果は京都立花高等学校吹奏楽部銀賞。全国大会連続金賞の記録はこの日止まった。そしてこの日新たな誓いが立てられた。先輩方と引き継いでこられたことを引き継ぎ、来年はこの場で絶対にリベンジしてゴールド金賞を取って帰りたいと思います。本当にありがとうございました。番組史上初めて2年連続での同じ部の取材が決定。今年の3月7日再び立花高校を訪れると、代が変わり絶対金を誓った山口彩さんは指揮者役であるドラムメジャーとなり、リーダーとして部を引っ張っていた。やっぱり去年やっぱり人数69人でしょ。はい、結構つらい戦いだったんですかね。はい、そうですね。他のバンドと比べたら50人近く違ったりするんで、それは50人って言ったら他のバンド1個分とか違ったりもするんで。全国大会出場常連校に多い100人を超す大編成バンドは音に厚みがあり動きにも迫力があって、対して京都立花は69人と少人数。大編成に負けない迫力を目指し部員たちは走り回った。勝つためには一人の穴も許されない。昨年の立花は全員が必死だった。家内はやばやばしな。股関節が硬いフルートの1年生津田さんもその一人だ。股関節は足の裏につけるぐらい。なんか出そう。そんな津田さんも新入生が入ってくれば先輩となる。だってもうすぐ自分な先輩になるやん。一生1年生でいたいなって思うんですよ。ちょっと待って、先輩になりたくないの？なんか先輩になったら、うん、できないことがあったらダメじゃないですか。そうそうや。もうそれがもうプレッシャーで。1年生すごいやつ入ってきたらどうする？とりあえず仲良くして、うん、まあ、技術を盗めれば。そして3月20日。おはようございます。おはようございます。何やってんのこれ？新入生を待っています。新入生を待っている。でもこのちゃんは先輩になるの嫌なんだよな。なります。まだ中学校の制服を着ている新1年生が次々にやってくる。おお、おはよう。おはようございます。立花では入学前でも新1年生は春休みに体験入部ができる。何パートですか？パーカッションパートです。あ、すごいな。なんでこの部入ろうかなと思ったの？テレビで見たときにかっこよかった。なるほど。かっこよかった。かっこよかった。どういうところかっこよかった？やっぱりシング。シング、はい、やって、シングかっこよかったって。嬉しいです。嬉しいな。こんにちは。何の担当ですか？アルトサックスです。アルトサックス、はい。なんでこの部に入ろうと思ったんですか？1年生の時に私も全国大会に出て、あの、見てたんですよ、立花さんを。あ、そう。でもうそれで、うん、心を打たれて。心を打たれた。はい、打たれた。はい、打たれてる人いるよ、あそこに。知ってる、この人。知ってます。知ってます。好み先輩。好み先輩、はい、ほら先輩って言われたよ、このちゃん。先輩いいですね。この日体験入部に来た新1年生は30人。卒業生が抜けた現部員数はわずか48人。理想の新入部員数は何人だろうか。すごいね、あれが裏入ればもう
そうですね、もっと、はい、もっと50人いくかな。その後は強豪橘が毎日欠かさないマーチングの基礎練習の見学。シングシングシングのあの激しいステップは下半身を徹底的に鍛えることで生まれるのだ。初めて見る新1年生の目は真剣そのもの。どうでした？すごい良かった。ピリピリ感がすごい。あ、そうですか。はい、あ、そう。できそう？頑張ります。頑張って。はい。やるしかない。そうですね。いや、すごかったですね。すごかった。はい。やったことあるわよ。何回かやったことあるんですけど、うん、自分たちのと違いましたね。あ、違うか。はい。在校生はさらにグラウンドで、この週末、京都市内で行われるパレードの練習。ただ演奏しながら行進するのではなく、橘はそこに振りをつける。しかも振り付けは全て部員たちで考えるのだ。今出たとこがロファーのマーチになります。はい、タッタタタッタタタッタタタタ、歩いたらタッタタタッタタ、2回全員で2回ミッキー、タッタタタッタタタタッタタ。さすがは少数精鋭だった全国銀賞チームの生き残り。ドラムメジャーの山口さんが一度手本を見せるだけで彼らは迷わずほぼ指示通りの振りができる。おパレードで披露するのは全4曲。次々と変更が指示されるが即座に応じ、全員ピタリと息を合わせる。すごいなやっぱり。3月25日京都市役所前広場に近畿一円のマーチングバンド24団体が集った。今年で11回目を迎える京都桜パレードだ。素敵。するとあの新1年生たちが、みんな今日はあの見に来ました。パレードパレード見に来た。応援しに来たの？はい。出たことあるの？パレード。あります。あります。中学校の時出てます。はい。あの楽しかったですか？めっちゃ楽しいですよ。死ぬか思った。楽しいです。めっちゃ面白い。あのパレード見てたの？はい。どうでした？もう鼻血が出そうです。かけてきたブルーのユニフォーム、今日は見慣れたオレンジの悪魔ではないが、オレンジ色じゃないですか今日。今日は桜パレード青って決まってます。いよいよ橘の演奏が始まる。せーの、橘。せーの、橘。後輩たちの声援に応え、足並みも軽やかに、明るく元気な橘の演奏が始まった。やばいやばい、もう最高。まばたきの時間そう、もったいない。あのオレンジの悪魔じゃなくても、あの衣装でも可愛い。可愛い。ジャンジにも可愛い。そう。なんでなんでなんで。あれ。そうか。午後3時パレード開始。スタートは寺町商店街入り口。コースは寺町通りを南へ下がり、市場通りまで商店街を進むおよそ1キロの行程だ。パレードの鳥は京都橘。この桜パレードは新2、3年生48人だけで取り組む最初で最後のパレード。距離は短くとも練習の成果が出せる本番は彼らにとって最上のひとときだ。パレードの終点に待っていたのは新1年生たち。
翌日、さらに入部希望者は増え、ついに体験入部に来た新1年生は40人を超えた。今年は部員数問題が解消しそうな京都橘だが、一方で別の大問題が起こっていた。それはマーチングコンテストのルール変更。今年からピット楽器の使用が禁止される。ピット楽器とはドラムセットのようにピットに置いたまま演奏する楽器のこと。ところが橘のお箱シングシングシングではドラムセットをはじめ木琴、ティンパニ、ドラなど9台のピット楽器がリズムを刻んでいる。これら全てを持って演奏できる楽器に変えなければならないのだ。それを知った打楽器担当部員はもう全く変わるんで、うん、初めての試みなんでちょっと不安です。どうするの？どう、楽器がとりあえずないんですよ、うん、本校は。あ、ないんだ。楽器がもう全くないんですよ。他の学校は担げるあのサスペンドシンバルっていう、はい、あれとか あるとこもあるんですけど、うちはもう太鼓って言ったらスネアとベースドラムとシンバルとクオードっていう、もう基本の4つしかないんで、いろんなそういうアクセントをつけるような楽器がないんですよ、全く。ないんだ。お金がない。太鼓もボロボロですし。あれボロボロなのわざと使ってるわけじゃないの？はい、もう長持ちしてます。中でネジもコロコロ言ってるんですよ。いいのあれ。ちょっとまずいですね。まずいよね。はい、まずいっしょ。どうしよう。ピット楽器禁止云々の以前に、京都橘は古き良き時代のオンボロ楽器をだましだまし使っていたのだ。いくら新入部員が増えても叩く楽器がない。どうなる京都橘。はあ、どうなんの意味はなんか違うもんね。今度はルール変更ということでしたね。どうですか？あれね、全員合わせるの大変なんですよ。大変なんですよ。うちなんか5人しかいなくても合わなかったんですよ。本当に、えいやーこーあれえいあれなんて全然合わなくて。でも楽器を持ちながら、あの勝手にその私たちそのエイヤーコーラヤの振りをちょっとやってます。やってます。せーので、取りに行くから飛んできて、ここは見とれるジャスへの下校空調ナビアガチャイムスタッフさせてもしもし見えないよ次君たち君たち席に戻りなさい。